はい、皆さんおはようございます。本日はこちら、ここの上の向いてこう一見ですね、普通にうわっそうですが、すごいですよ。ここで鶴で持ってですね、でここのこれか鶴で土を押さえ、こういう状態ですね、うん、芸術的なキュウリですねっていうのはまあ良くてですね、こちら見てください、こちらがですね、埼玉県種のですね金備え2号ですね、はい、今脇芽取りやってたんですけど、こちら取ってみますね。これが1で1はほとんど出てないんですけど2、はい、で次3節目ですね、3節目、1、2、3、4、5ですね、はい、で6ですね、最後のようにですね、今まで取ってきた あちら側なんですけど、久留米原種の、MT フェニックス、それから常盤研究所の、コレクトで、これが埼玉原種の金備え2号の中でですね、一番この脇芽の発生が一番素晴らしいですね、はい、枝が動いてるって感じですね、根っこと枝が、ね、で、まあ、埼玉原種らしいかなっていうところで、こちらのですねちょっと脇芽をですね、食べてみたいと思いますね。世界初ですかね、ちょっとちっちゃいのいってみますか、節目の一番古いやつ、いただきます。実食です。ちゃんと取った方がいいですかね、こんな感じですね、はい、こうです。これはですね、なんだろう、ちょっと風味としてはキュウリの風味もあるんですけど、それよりもですね苦すぎる、これは何でしょうね、もう異次元ですね、食べたことないような嫌味な苦味、思わずもう口から出したくなる、はい、食品という、まあ、似てるといえばパセリ、はい、パセリをなんだろう、もっと強烈に10倍ぐらいにしたような苦味ですね、はい、これはなんかでも体に良さそうですね、こんだけ苦いってことは。もしですね視聴者の方ですね、この目が体にいいっていうとかなんかそんなのを知ってたらですねコメントください。はい、皆さんも本日ハッピーでいることになってます、一日頑張りましょう。最初はピヨピヨじゃんけんチョキ、じゃまた。